リュウザキはじめです。カナリアズトーク第4回目でございます。この放送は毎週水曜日会員限定の生放送という形で収録を行い、金曜日に YouTube 動画で公開しておりますが、本日は金曜日ですね。何日ですか？あれ、おかしいな。本日は2月3日金曜日です。はい、少しずつずれておりますが、まあ、少しずつ戻していきたいと思いますので引き続き。そう、1日はね、あなたの何回があったんだよね。あ、そう、あの1日の日はですね、私があの毎月恒例の1日会というのを開いておりまして、好きな何々っていうテーマでね配信しておりますので、ちょっとその関係でできなくて、そして木曜日の昨日が総出で風邪をひきまして一家全員ダウンしましてダメでしたね。声だいぶ戻ってきたけど声出なかったもんね。いや、本当にそう、鼻と喉がもうやられまくってて終わってたな。今もちょっとまだ体が痛くて、風邪薬飲んで頑張ってます。はい、ドーピングしました。はい、頑張っていきましょう。まだ寒いね。いや、寒い、全然寒いね。なんか末端冷え性とか、先っちょの冷え性とか言うけど、もうめっちゃお腹が冷えるんやんか。あー、わかるかも。お腹がめっちゃ冷えるから、なんかどうしたもんかと思って T シャツをさいつもこのズボンの中にこうやってギバッて入れてるんやけど、朝起きると大体もうめくれ上がってんの。あ、寝相悪いつももう腹出して寝てるからさいつもお腹冷えちゃって、で、下痢ピーがひどくてさ。あ、いや、そうなんだ。なんかゆるゆるマンやから、あら、まあ、いつもその乳酸菌飲んだり、 あとあのイージーファイバーイージーファイバー、食物繊維ね、食物繊維取ったりアスケンっていうさ、食べ物、食べたものを記録するやつでさ、いつも栄養素が、食物繊維だけ満たしたことないんだよね。マジで難しいんよ、食物繊維ってさ、なんかキャベツいっぱい食べたら取れるみたいなイメージあるけど、マジでキャベツ少ないよな。なんか 30g だっけ、食物繊維1日 30g は取らないといけないって言われてて、なんていうの、野菜、キャベツのみじん切り、とか千切りとか、はいはいはい、で 1.8g しか入ってない 1.8g やばくない？ 30g 食べなきゃいけないのにそう、セブンイレブンとかで100円でやってるけど、あれ3000円分食べないといけないってことすごいよな。で、枝豆がキャベツ少ないんよ。え、キャベツが少ないんよ。あ、キャベツが少ないのか。枝豆が意外と高いって話を聞いて、あ、そうだね、枝豆で、枝豆を今日の朝、冷凍のやつチンして、半分チンして、朝ごはんはそれにして、で、夜ほら恵方巻き食べたでしょ。はい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 。で、あの昼は食べなかったの、昼は抜いて、夜の恵方巻きに何が出たんだっけ、あのシーチキンと、そう、シーチキンとエビマヨと、あとイカシソ、イカシソの3種類の恵方巻き、結構あったよ、長さ。そうだね、結構あったね。20センチぐらいあったかな。そうだ、20センチぐらいあったね。お、3本を輪切りにして食べたやん。で、それを記録したわけよ、ちゃんと。はいはいはい。恵方巻きってなかったから、あのサラダ巻きとか、ツナマヨ巻き、はいはいはい、何人前みたいな感じでちょっとちゃんとその合うように計算して入力したら、アスケンの一番最後にさ、あの今日の評価が出るじゃん。今日食べた食物中で食物繊維が一番多かったのは恵方巻きのそのツナロールが一番多かったってか言われてるの。
マジ？それ絶対あのご飯の白米のところ、白米の方かな。そう、白米は意外と食物繊維あるから。あ、そうなん。そうだよ。でも枝豆、うん、頑張って枝豆取ってあれが1位になるかなと思って頑張ったんだけど、うん、枝豆さん惜しくも2位でしたね。明日の頑張りに期待したいところです。明日は枝豆さんが巻き返してくれればいいかなと思ってます。いいですね。現場からは以上です。はい、ありがとうございます。私もアスケン知ってるけど、私のアスケン史上一番食物繊維が多かったのジャガイモやからな。なるジャガイモ、ジャガイモ食物繊維多いんですよ皆さん。でも糖質も多くない？多い。だからあのご飯の代わりにジャガイモを食べるみたいなことをしないとバランスがマジ難しいって。みんな本当に一回さ、あの1日でいいから食べたもの全部書いて、あの栄養バランスどんなやったかなって見てみて、多分何にも取れてないからあれちょっと嘘が入ってない？いや入ってないわちゃんと食物繊維あれ JA が裏で手回してない嘘じゃない？もっと食べろってそう消費せよ消費せよ。そんなことないかなそんなことはないよ。塩分なら自信あります。わかる。塩分とあと何やったっけ、飽和脂肪酸、うん、あいつはもうすぐに超過するからね。あの飽和脂肪酸で思い出したけど、はい、パン朝にさ、はい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 、一番近くのセブンイレブンじゃなくて、ね、ファミリーマートかで、うん、コッペパンを買ったわけよ、うんうんうん、あのピーナッツのピーナッツバターかな、はいはいはい、ちょっと甘いコッペパン、はいはいはい、120円か30円ぐらいのやつ、うん、一番、まあ、質素な方やん。うん、そう、うん、そうだね。あのパンの並びで見るとメロンパンとか、はいはいはい、もうちょっとお菓子のパン、菓子パンでももうちょっと豪華なやつあるけど、あれが一番、まあ、見た目も質素やし、コッペパンってなんか質素なイメージあるしな。うん、でそれと、うん、コーヒーをね、うんうん、コンビニコーヒー、うん、これを朝食に記録したらね、もうその一食でさ、うん、カロリーもう見えたらもう3分の1ぐらい、あ1日に取るべきカロリー。コッペパンとコーヒーだとちょっと控えめ。そうよね、朝ごはんとしてはまあこんなもんかな、うん、みたいな。そう、普通にご飯、味噌汁、魚とか、うん、に比べるとなんかコッペパン1個でいいやってなったらなんかちょっと質素な感じするけど、まあ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 、一気にメーターぶち上げ飽和脂肪酸もその一食でオーバーしてるから。そうなんや、ね、1日の許容量。いやマジで菓子パン、あ怖いと思って。菓子パンやばいよな。菓子パンやばいね、あすごいよあれ。いやでマジすごい。ちょっと話戻すんだけど、腹が冷えるって話、うん、でこれもう何か対策打つべきやん、うん、ここにカイロを巻くとか、うん、あと腹巻き、あ腹巻き、それ、うん、腹巻き、うん、その日本には優れた文化があるのよ、うん、腹巻きっていう文化があって皆さんご存知か分かんないけど、昔からの伝統的な腹を温める道具に腹巻きっていうのがあるから、それを買おうと今楽天で市場でバーって見よったのよ。はい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 。なら1000円で売ってたの腹巻きが。いいね。それを2枚購入したの。あ、なるほど。そうだからあなたにも1個分けてあげるね。やった、ありがとう、はい、というお話でしたジャパニーズトラディショナル腹巻き。そう、皆さん腹巻き使ってね。腹巻き普及委員会をちょっとここで立ち上げようかなと思ってます。あ、いいっすな、腹巻き。あれ夏こそ使うべきっていう。え、なんで？ほら夏ってやっぱさ涼しくするから、うん、エアコンとかで部屋を冷やすじゃん、うんうんうん、だから腹巻きは夏こそ使うべきっていう。へー、でも一年中使えるよこれで。そういうことよ。やった、腹は冷やすなということ。これで電気代も浮くしガス代も浮くねそやな、はい、ありがとう。ということで今週の一曲いきますかはい、今週の一曲は何でしょうか。せいせいドゥドゥと書いて、はい、せいせい堂々、はい、
2月ですね。はい、そうですね。この曲をお届けしたいと思います。はい、バレンタインの曲でございます。それではお聴きください。せいせい堂々。バレンタインいいな。バレンタインの思い出ありますか？え？バレンタインの思い出は特にないですね。説明。で、今週のテーマは何でしょう？はい、今週のテーマでございますが、今週のテーマは、好きなアニメ、好きなアニメまたは見てみたいアニメはありますかと。好きなアニメ、はい、好きなアニメ、見てみたいアニメ、見てみたいアニメは、うん、あの俺ずっとハライチのラジオを聞いててあやばい一緒やじゃあ一緒、じゃあ一緒やね。ずっと聞いてて横で聞いてるもんねハライチのラジオで聞いてて、岩井がラジオです言ってるんだけど、アニメが好きで。そうやね、岩井さんアニメが好きやもん、うん、で一番おすすめのアニメはって聞かれたら、うん、ヴァイオレット・エヴァーガーデンって言ってるんだってずっと。だからヴァイオレット・エヴァーガーデン見てみたいんだけど、うん、なかなか時間がないじゃん。そうだね。あと雰囲気的にさ、なんかあの覚悟を決めて見る雰囲気じゃん。あれなんか分かる。洗い物しながらとか、ご飯食べながらとか、はいはいはい、気軽に見るもんじゃないような気がしてる。いや、わかるわかる。入り込まないとダメだと思うから。なんか鬼滅の刃とか、うん、チェーンソーマンとかは、うん、食卓囲みながらでも見れるやん。あれ別になんかこうなんで片手間に見れるんよな結構グロ多いけどでもまあ平気で俺ご飯食べちゃうから、別に血見ながらでもご飯食べれるから全然大丈夫なんだけど、うん、でもエヴァーガーデンやってた時あったな。あ、地上波でやってたんだ。そりゃそうか。そりゃそうやね。地上波でやってるわね。いつのアニメなのあれ。意外と経ってるよね、だいぶ。いや、意外と経ってるんよな。思ったより。めちゃめちゃ最近でもないよね。めちゃめちゃ最近ではないよね。うん。で、予告編かなんかですごいなと思って、あのビジュアルが。うん、ビジュアルっていうか、絵が綺麗だなと思ってた。グラフィックすごいね。気にはなってたんだけど、うん、そんなに周りにアニメ好きな人がいないし、話をすることもないから、はい、言われるまで思い出さないよね。あのアニメ見たみたいな。わあ、なんか言ってることはわかる。うん、なんか気づかずに春アニメ、夏アニメ、秋アニメ、冬アニメ、ボン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 過ぎていくやん。ああ。で、話題作も名前は知ってるけど、うん、見ないとか。はいはいはい。評価とか気になってたけど結局見なかったし。うん。一番最後にしっかり見たアニメだからチェーンソーマンぐらいしかないよね。そうだね。私、うん、チェーンソーマンすらちゃんと見てなくて、あ、見てない。あのスパイファミリーを片手間に見ていったって感じだから。スパイファミリー見てるのを見るみたいな感じ、ね、そうなんか違うことしながらそう見てるやつを見るみたいな、うん、だから全然
見る機会なかったけど見たいなと思ってる。そうだね、そう気になってはいる、うん、すごいおすすめもしてもらってるよね。おすすめしてもらってて、あ見たいなって思って。見たい。なんかあれなんだっけ、郵便配達の話なんだっけ。俺あらすじすら知らないんだけど、なんか私ちらっとあらすじだけ見たんだけど、なんか郵便配達がテーマの映画やアニメはハズレがないっていうのを聞いた時にバイオレットエヴァーガーデンが入ってたのよ中に。わかる。でもそれ、あそうなの、じゃあそうなの、バイオレットエヴァーガーデンで郵便配達の話なのってちょっと結びついちゃったぐらいで全然あらすじが知らない。えでもなんか結構あれの話よな、なんかこう現代的な郵便配達な感じじゃなくて、何ファンタジーな世界観よな。そうだっけ。いや俺まだあのオープニング30秒しか見てなくて、あなんか夜の街を歩いてて、うんうんうん、あの街明かりが灯ってて女の人が立ち止まった横顔は映ったシーンが第1話に あるんだけど、うん、そこで止めたの俺、はい、あこれ今今からご飯食べるけどこのノリで見るもんじゃないなと思って、うん、そうなんよな。水曜日のダウンタウンに変えたのね売り幅売り幅。そう流し見ちゃうとさ、うん、もう記憶残らなくなっちゃうから。いや分かる分かる。もったいないと思って時間見てる時間が。そうなんよね。そしてあのああいうアニメ系のやつって一回見るのをやめちゃうと、あその先を見れなくなっちゃうんだよな。そうだから一気見したくて。2018年のアニメなんだ。結構5年前。あ文字が書けない人の代わりに手紙を書く話なんだって。だからあの、識字率がそんなに高くない時代の話なのかな。あやっぱじゃあそんな感じのあれなんやな。ねえ、へえ、それなんかあれだね、いい話っぽいよね。いやもうなんかそれだけでそれだけでそれだけでグッときちゃうよね。だからいずれエヴァーガーデン鑑賞会しようか。やりたいやりたい、ね、鑑賞会したい。尺なく自信があるけど、ね、あとあのあれヒロアカ、僕のヒロアカデミアもそうシーズン2の入ってすぐで止まっちゃってて。そうだよね。だからそれこそ一回やめちゃうとそうスタートできないんよ。リスタートできないんだよね。そうなかなか。そうなんよね。でなんかとあるその YouTube を見てって時に、海外の人と喋ってて、で海外の人もヒロアカが好きでみたいな話をしてって時に、このキャラがさ死んじゃうシーンあるじゃんみたいな話をした時に、え私の国まだそこまで放送されてませんみたいなあごめんみたいなで言うして話してたけど、俺そもそもそのキャラクターが出てきてないみたいな、まだ誰か分かんないとか登場して死んでるみたいな。普通にネタバレを食らったので、ますますちょっと食事が動かなくなっちゃったから。のありましたね。ありますね。マイさんは？最近だとね、あのボッチザロックをすごい気になってるんよね。あの軽音の再来みたいな。へえ。っていう感じで言われてるから、うん、かなり気にはなってるんだけど。名前は聞くんだけど、話の内容もなんかまだあらすじも知らないんだよね。そうなんよね。キャラクターがピンクの髪の長い子でしょ。え知らん。それがそれこそ知らん。それぐらい。でなんかえらい高いギターを持ってるって話を聞いたことがある。あのギター買うには結構な金額がするぞみたいな。あそうなんだ、うん、いやめちゃめちゃみんなボザロボザロって言ってるけど、うん、流行り物に手が出せないタイプあわかる。俺は流行り物というか一気にしたいから。わかるわ。そうそうなんや。完結するの待ってる。そうやな。ワンピース完結するの待ってたら何十年も経っちゃった。わかる。わもう見れないと思って。そうなん、生きてる間にもう見れないよってなっちゃった。そうだから鬼滅とかも全部終わってしまった後に見たもんね。そう全部完結した後に見た。そうそうそう。放送終わってから。あの本当にがっちり時間取って、うん、朝までとか。そうだね。何時間単位で見るじゃん。そうそう。うん。ワンピースもグランドライン入る前にやめたもん。あのちょうどテレビが家にない時期だったから、はいはいはい、実家のテレビで見たのがグランドライン入る前の、うん、入ったところか、入ったところにでっかいクジラいたじゃん、うん、そこまでしか見てないんだよね。ワン
ピースね、あの最近のワンピース、最近でもないか、うん、どこだろう、ワノ国編に入ったか入る前かぐらいの、ワノ国編がもう分かんないもう分かんないチラ見したんだけど、うん、あのなんて言うんだろうな、間が苦手で、あすごい戦闘シーンのわーみたいなさ、うん、なんかこう睨み合いみたいなのをすごい長い時間撮っちゃうじゃん。長いね。そうそうそう、それがやっぱりこうなんて言うんだろう、監督さんの間なのかもしれないけど、それがこう肌に合わなくて、倍速再生がついてりゃよかったんだけどね漫画で読みたいなっていう、うん、気持ち、うん、気持ち、そうそう、会う人には会うんだろうけどね。マイさんなんかある？アニメ。え？え？ボボボボボボボなかったことにされた。ボダロ以外になんかある？え、じゃあ逆に、うん、今まで見たアニメの中で一番面白かったって何？一番面白かったのは、一番面白かったのはなんだろう。ワンピースかな。ワンピースじゃん。波編が面白かったかな。なんだお前は。違う違う、嘘嘘。なんだろう。なんだ。え？アニメなんて最近見てないな。ね、アニメね。完結してないのでよければ、完走しきってないのはアヒロアカでしょ。ああ。一応スパイファミリーもニッキーがまだじゃん。そうだね。鬼滅。鬼滅も面白かったけど一番じゃないな。そうか、呪術廻戦はちょっと合わなかった。呪術廻戦は見てないな。頑張って、うん、3話までは頑張ろうと思ったけど、うん、ちょっとダメだった、合わなかった。でチェーンソーマンも面白いけど、うん、一番じゃないかなって感じ、はあはあ、なんか自分の中に何かが 残ったら、うん、例えば教訓みたいなものが残ったら、うんうんうん、それは面白いって言えるかもしれんけど、うん、なんだろう、デジモンアドベンチャーかな。あー、わかる。デジモンアドベンチャーかな、小学生の時に見た。同時デジモンアドベンチャーかな。デジモンはいいね。なんか危ないよ。だってもう風邪ひいてんだもん。鼻水吸えないもん俺。いやデジモン、あの昔の、今も新しいリメイク版のデジモンあるけど、 あの昔のデジモンたまらんよな。昔のデジモンだね、うん、2000年くらいかな、そんぐらいか、うん、ああそうそう、バタフライ流れると泣きますやばいな、あれは、うん、確か、うん、日曜日のめっちゃ朝早い時間帯にあったんだっけな、うちは。そうだったかもしんない。え、そうだね。で気づいた頃にはもう何話か行ってたのよ。あー、最初からじゃないんだ。そう、最初からじゃなくて、結構進んじゃってて、うん、そう途中から見て面白いになって、うんうん、レンタルして借りて見てた記憶がある、うん、その1話2話3話とかそんな前の方。はい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 。でもあれは自分の中の主人公感としてはすごい基礎になってるから、あ、正しいというか、そのなんていうの、善悪の価値観みたいなのはすごい心に残ったなと思ってる、うん、確かにな、うん、あれは良かったね、とってもね、うん、デジモンカード集めてたわ。カード集めてるな、まだある、まだある多分実家に。すごい。アグマン進化。そうそう。いいな。見たくなるね、そんなことしてたら。うん、いやもう頭の中に入ってるからいいかもしれない。5週ぐらい見てたかもしれない。やばすぎ。いや違う違うよ、あれよ、1週間のうちよ、次の週が始まる前にビデオ撮っとくじゃん。うん、ああそういうことね。ビデオを繰り返し見るから。はい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 。完全にインプットされた状態で次の話を見てるっていう。あ、うん、なるほどね。で俺結構その、うん、一つのものに熱心になることがあんまりないから。あ、そうなんだ。そう、ハマった時に深くて結構。あ、わか
かるわかる、うん、ガッと沼って入って、うん、でも02に行ったじゃん、うん、一番目じゃ02あれが自分の期待値を相当下回ったみたいで、わかるわかる、見るのやめちゃったのよね途中で。なんか色変わったよね。そうで、なんかもう卒業しちゃったみたいな感じ。いや、うん、確かに確かにある、そういうの。頑張ってたけどね、うんうんうん、大人が頑張ってるなって思いながら見てたけど、ストーリーもちょっと重たくなったというか、重たくなったのかな、なんかこう難しくならなかった。いや、なんかまたこのパターンかって感じはしたけどね。なんか同じことの繰り返しかなっていう感じ。そのなんていうの、人が悪者になったよね、うん、今度は。ああ、そう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 、だけどテーマ的なものがかなりブレてるような気がして、はあ、魅力がなかった気がする。もう私もな、あ、俺も覚えてない、覚えてないから途中でやめちゃったから、うん、あ、そっちじゃないんだよなと思ってやめちゃったから。そうだよな、難しかった。そうね、うん。だいぶ話それちゃったけど、どう、舞さんは好きなアニメある？舞さん好きなアニメね、めちゃめちゃあるんよな、これこそ。うん、一番最初にハマったのは多分お邪魔女ドレミーなんよね。お邪魔女ドレミー知らない？あ、知ってる知ってる。ピリカピリララララあの意外と続かなかったやつでしょ。え、結構続いたと思うよ。その続きあったっけ、お邪魔女ドレミー2みたいなった。お邪魔女ドレミーはなんか新しい子が、あのプリキュアみたいな、うん、新しい子が出てきたりとか、うん、新しいパクトが出てきたりとか。パクト、パクトは分かんない。なんていうの、魔法のアイテムがどんどん増えていったりとかして、うん、そう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 。え、プリキュアより前やんね。うん、全然前。あ、え、でお邪魔女ドレミーが終わってプリキュアが来たんだっけ。そんな感じだけど、その間の年代はだいぶ空いてる。あ、そうなの。そうそうそう、知らんかった。だいぶ空いてる。でもそれどっかん、そうそうそう。曲が有名やね。曲が作曲界隈では有名で、聞いてる。今でも聞いてると思う、曲は。そんな、あ、そら見て、お邪魔女ドレミからお邪魔女ドレミドッカーンがあって、お邪魔ドレミシャンプーがあって。知らん、そこまで続いてたの、知らんかった。そうそう、愛してるなぁ、マジ神。そう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 、これマジ女児向けアニメの下のナージャ流れがね、下のナージャって間にね、あれプリキュアとお邪魔女の間に、お邪魔女の、え、お邪魔女じゃなくて、下のナージャってあれやんね、ジブリの人じゃなかったっけ、監督。あ、でも雰囲気そんな感じだったから、そうかもしれん。全然そこまで見てないけど、子供やから。あと七つの海のティア。あー、名前だけ聞いたことあるわ。多分見たら思い出すけど思い出せないな。昔庵野さんを調べた時に、なんかその辺の時代のアニメをめちゃくちゃなるほど、いや触りだけなんだよね。でもストーリーとか全然知らんし。あー、なあ、じゃあもう5話ぐらいまで見て、うん、今の時代と相当違うじゃん。やっぱ絵も違うし、あ、そうだね、あのテンポも違うし、はい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 、で途中でああって思ってやめちゃったけど。ああ、そうだね。あれは本当になんかこうちょっと難しくした女児向けアニメみたいな。あんまりこうなんて言うんだろうな、プリキュアとかさ、もうなんかこう展開の決まった悪いやつが出てきてやっつけるみたいな感じやけど、ちょっと難しい話になってたりして、うん、そうだよね。だから対象年齢もちょっと違ったんじゃないかな。なるほど。そうそうそう。とあとは未来少年コナン知ってる？未来探偵コナン。未来少年。真実はいつも一つ。そのコナンじゃない。名前だけしか聞いたことないや。未来少年コナンもめちゃめちゃ。引き込まれる。へえ、うん。知らん。そうね、多分俺生まれてないんじゃないかな。そうそうそう。それこそ。舞さんは現役で見てたんでしょ。え、なわけねえだろうがよ。白黒テレビで。白黒じゃない。ど。それこそレンタルして、うん、レンタル借りて見たんだけど。ああ、あれレッツ&ゴー。
あ、もう違う話言った、うん、レッツアンドゴーをうちでは見れなかったのよ。うちの地域ではさ放送してなくて、へんへんへん、でいとこの家に行けばケーブルテレビが引いてあったのよ。あ、で24時間アニメチャンネルみたいなのがあって、はい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 、でたまに流れてくるの、はいはいはい、そこでたまたま見たレッツアンドゴー劇場版を見て、うん、ミニ四駆にめっちゃハマった。へえ、レッツアンドゴー名前も聞いたことないかもしれん。あ、本当、うん、レッツとゴーっていう兄弟がいて、へえ、2人であれミニ四駆を走らせてレースするんだけど、当時は、うん、あ、当時のアニメは、うん、スケートを履いてて並走すんのミニ四駆と一緒に。あれ、あれ、そういうこと、再現性なくない、ずるくないと子供ながらに思ったけど、あれは走れないもん俺スケートできなかったからスケートじゃなくてローラースケートね、ローラースケート、表情を走ってるわけじゃないんだけど、ねえ、知らないな、知らなかった、知らなかった、うん、それを見てあのゲームを、うん、ね、何のゲームか忘れちゃったけど、うん、多分ゲームボーイかな、うん、のミニ四駆のレッツ&ゴーのカセットをプレイしてたんだけど、うんうん、ケーブルテレビが引いてあるお家がそんなないから、周り誰も知らんねんね、あ、何それみたいな、はいはいはい、ミニ四駆は知ってるけど、うん、そのタイトル何みたいな、はい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 、うん、このパッケージに書かれてる男の子は誰みたいな感じの地域だった、うん、入ってこなかったんだよね。ごちゃんが映らんかったから、ポケモンも映らんかったもん、うん、ごちゃんって何、テレと、テレ、わからん、ごちゃんが違うもんね、あれが、ごちゃんが映らんからポケモンもなかったんだよね、はい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 、うん、ポケモン見たな、ポケモン見てないんだよ俺、見たな、サトシとそんなに仲良しじゃない、仲良しじゃない、親近感もないし、そうかそうか、あんまり知らないんだよな。なるほどな、うん、いや懐かしいアニメいっぱいあるよな。なんか海外のアニメにも一回ハマって、海外のアニメ、うん、パワーパフガールズとか、あ、とかあのユニコーンとか、あ、そうそうそう、マイリトルポニー最近のやつやそれ海外のアニメも可愛いよな、ポップでなんか動き派手で、さ、うん、あマイリトルポニーすごい来た、ガチ勢来たあれ可愛いよな、なんだっけあの名前、な、歌、歌なんだっけ、ポニーポニーマイリトルポニーみたいなやつやろ、そう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 、なんなんなん、あとあのめちゃくちゃ関西弁のやつなんだっけ、あれ、あ、せやなとか言う、なんやったっけ、でもアニメはかなり洋画、洋画アニメ、あ、あれや、あの宝石を主人公にした、主人公というかテーマにしたやつやろ、あ、ちょっとわかんない、女の子とか喋ってるやつ、なんやったっけあれ、めっちゃ関西弁喋んねん。あんたそんなこと言うとあかんやろ。なんで関西弁したんやろね。忘れたな。ちょっと有識者お願いします。よろしくね。あとでツイッターのあの固定ツイートにまいさんが貼り付けておくので答え合わせお願いします。はい、答え合わせはツイッターでよろしくお願いします。あ、羊のショーンとか、羊のショーンは見てないな。お猿のジョージとかはもう土曜日の定番よ。スターバタフライだっけ、ん、スターバタフライになってる、スターバタフライ、え、そんなのやったっけ、ちょ見てみて、マクフライしかわからないの俺、やばい、後でにしましょう、じゃあこの、これは、あ、これこれ、確かに正解悪魔バスタースターバタフライこれです大正解須田子さんが、須田子さんすげえ、須田子さん須田子さんにはじゃあ10億スターバタフライポイントを差し上げます何に使えるんやろ、え、でも舞さんがじゃあ思ってたやつとは違うわ、ほんと、うん、じゃあまたツイッターしてきますはい、皆さんいかがでしょうか、皆さんも好きなアニメ、はい、今日めっちゃ喋ったね、長かったね、あ、本当だね、また好きなアニメなどありましたらね、はい、コメント欄にてどしどしお寄せください、お寄せください、お寄せください、噛んじゃった、はい、ありがとうございます
クトリさんも来てるやん。ん？クトリさんも何の話してるかわからんわって。クトリさんもね、あのぜひアニメ大好きやからね。さかのぼって全部見て、ツイート、あの感想ツイートください。お願いします。鬼やな。それでは、それでは皆さん、第4回目の、カナリアズトークでございました。また5回目にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。